女子は長崎市民体育館、男子は長崎東公園コミュニティ体育館で行われた長崎市中学生バドミントン夏季選手権大会には中学1、2年生412人が出場しました。ダブルスは女子103組、男子66組が熱戦を繰り広げました。7月の県中総体が終わって3年生が引退、新チームになって初めての長崎市の公式戦です。試合は1ゲーム15点制で3ゲームマッチの2ゲーム先取。女子ダブルス決勝は山里2年草野ひなた葛島志保ペアと片淵2年小西夢か森山ひなペアの対戦となりました。第1ゲーム、山里葛島のスマッシュなどで13対8と突き放します。すると片淵森山は相手の隙を突き勢いをつけると6連続ポイントで一気に逆転に成功。しかし山里も左右に揺さぶりデュースにも連れ込みます。さらに16対16となった場面で相手のミスで山里がリードすると連続得点で第1ゲームを奪います。第2ゲームは片淵小西のスマッシュが冴え渡りゲームカウント1対1で最終第3ゲームへ。第3ゲームも手に汗握る大接戦となり10対10の同点に。ここから火がついたのは山里でした。葛島のスマッシュで11点目を奪うと4連続ポイントで波に乗り山里が接戦を制し優勝しました。嬉しいね。ずっと優勝します。優勝したぞ。声かけてできたと思います。悔しかったけどやっぱりみんなの応援の声とかたくさん お父さんとかもちゃんと応援してくれて嬉しかったからもっと応援してもらえるようにもっと頑張りたいです。女子シングルスは県中総体ベスト16の第1シード府中2年の野口小雪が2対0のストレート勝ちで優勝しました。絶対に負けられない戦いだったから勝ててよかったです。キャプテンに任命されたからしっかりチームがいい雰囲気で団体戦とかで優勝とかできるようなチームになりたいです。